こんにちは、奔放なナナです。と今日はチャイナドレスに着替えていきたいと思います。とチャイナドレスは今までもやったことあるんですけど、ちょっと他と変わった柄のチャイナドレスを着たいと思います。ではまず今日着てる下着を脱いで紹介したいと思います。ではスタート。今日履いてるパンツはこちらです。真っ赤な色のパンツになってます。前に白とピンクの刺繍がついてて結構派手な感じですね。では上も脱いで紹介したいと思います。見えました。パンツとお揃いの柄になってます。じゃあチャイナドレスに着替えていきたいと思います。ちょっときつい。間違えちゃった。やばいやばい。よいしょ。首の場所間違えました。どうしよう。待って、どうしよう。無理だこれ。これ無理だ。どうしよう。こうで、あ、こうする。よいしょ。あー、危なかった。ちょっと首通すとこ間違えちゃいました。ぴったりめですね。すごいピチピチだ。よいしょ。はい、できました。どうでしょう。
き方を間違えてビリビリしてしまいました。ファンクラブで毎日いろんな動画を上げてるので、よかったら概要欄から見てみてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。